有馬記念の勝ち馬、里のダイヤモンドのお父さん、ディープインパクトのウォーキング映像など136頭を収録。スタリオンズインジャパン2017、サラブレッド血統センターオンラインショップなどで大好評発売中です。こんにちは、研究ニュースの大石です。今週の競馬の、まあ、ヒントになるかどうか、菊花賞についてお話したいと思います。先週秋華賞が、まあ、馬場が荒れまして、まあ波乱といいましょうかね、まあ、一番人気の、まあ、荒れって負けるような競馬になりましたけども、今週もあのあとさらに雨降ってますからね、やはり馬場状態はかなり悪いと思うんですよね。でそんな馬場状態で、まあ、人気になってますミッキースワローやら、そうですね、アルライン、奇跡、この辺りがどんな走りをできるのか、それをどう判断するかが馬券のポイントだと思います。枠順が発表になりましてね、私はあの1枠2番のウィンガランドル、この馬の先行力が面白いかなという気がしますね。ここのところは先頭だって逃げていますけどね、2番手からでも3番手からでも競馬できますから、特にこの馬の道荒れかなりうまいと思うんですよね。今朝調教師と話しましたら、この枠だけにね、ある程度前半出していこうかという話をしてましたんでね、外枠にいますアダムバラードとか、マイスタイルですか、こちらの出方次第ですけども、多分スタンド 前あたりまでは、まあ、先頭切れると思うんですよね。でまあ、その後アダム・バラゾンが来ても生かして2番手で競馬して、まあ、魚下りを利用して4コーナーあたりで先頭に立つ競馬できればって気がするんですよね。まあ、有力馬が馬場を気にせずに走っちゃった場合はちょっと切り味勝負には脆いものですからね、分が悪いんですけども、多分そうはならないと思うので、この馬のしぶとく粘る先行客して、この馬からのそうですね、3連覆が一番いいんじゃないでしょうかね。ただちょっと相手は手広くなるかもしれませんね。まあ多分この馬自身は配当的には単勝でも15倍から20倍近くつくと思いますので、まあ5頭6頭流しても、まあ、十分元は取れる配当だと思います。まあ相手にはまあミッキースワロー、距離が魅力なトリコロールブルー、まあ、あとは里のクロニクル、奇跡、アルライン、この辺りと、まあ、回収まで道荒れがうまそうな走りをした馬を1とか2度足す3連覆が面白いんじゃないかと思います。あと関東圏の競馬ですけど、こちらもかなり雨降ってましてね、正直芝もダートも非常に絞りづらいと思うんですよ。でまだ馬場が良さそうなの新潟 の日曜日の、メインレースですか、北陸ステークス、このリオスコリダーを推奨したと思います。まあ、前走で1000万勝ったばかりですけどもね、行きたがる面があるのでクラスが上がってペースが速くなったのが多分折り合いがつくと思うんですよね。まあ、前回乗ってこの馬を台に入れている石橋周期氏が再度乗るので、2連勝も十分あると思います。まあ、この馬から、まあ、ストロングトリトン、ドリームドルチェ、まあ、あと前のサーベイヤーアトリエーナが本戦かなと思います。以上で、今週の馬券のヒントを終わりにしたいと思います。